安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に、山手線駅まで30分の街を紹介。今回は埼玉県所沢市を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療、育児の6項目で他の市と比較しています。ということで、所沢市へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで所沢市を紹介していきます。第1に、数値で見る他の市と比べた所沢市の良い点、悪い点。第2に、数値では分かりにくい所沢市の良い点。第3に、数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に、全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があれば、そこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは、他の市と比べた所沢市の良い点、悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。所沢市は西武池袋線、西武新宿線、西武狭山線、西武山口線、JR 武蔵野線の5つの鉄道が走っています。都心へ出るルートとしては、西武池袋線が一番出やすく、所沢駅から池袋駅まで28分ほどで出られます。また西武新宿線を使えば、高田馬場駅まで30分で出られます。さて、所沢市の人口ですが、約35万人となっています。また2045年までの将来人口は、現在から約 15% 減少する予測となっています。東京23区外の他の市と比較すると、人口減は目立つエリアとなりますが、日本全体で人口が減少すると予測されていますので、過度に気にすることもないかもしれません。治安に関しては、他の市に比べると良い印象です。というのも、令和3年の犯罪認知件数が1657件あり、これは所沢市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと約 4.82 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り治安は良い評価となりました。物件相場は、賃貸でワンルームが約 4.7 万円、2LDK だと約 9.3 万円、分譲マンションは新築で約5200万円、戸建ては約3600万円ほどなようです。これら金額は、他の東京23区外の市と比べるとお得な印象です。1000人あたりの病院と医療施設の数は 0.63 となっており、こちらは他の市と比べると波といった水準となっています。育児関係ですが、2021年は待機児童が3人だったようです。また、認可保育施設は85あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は 46% でした。この数字が優秀な市もあります。早々にお仕事に復帰されたい人は、他の市を検討された方が良いかもしれません。都心へのアクセスから順に6つの項目を紹介しましたが、このように数値の面だけで他の市と比較すると、治安が良く、さらに物件相場がお得な市であることが分かりました。対して時間だけを考えれば、都心からは30分ほどと少し離れている印象です。ただこれは物件相場とのトレードオフでもありますので、割り切りが必要だと思います。また将来人口は少し弱い印象でした。所沢駅の駅前など一部例外はあるはずですが、将来的に分譲物件を売りに出そうと思った際、他のエリアと比べると価格が上がらないなどの事象が発生するかもしれません。さて、ここまでは数値で比較しやすい所沢市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい所沢市の魅力を紹介したいと思います。今回紹介する内容は3点となります。1つ目は便利な長距離バス、2つ目は複数ある都心への鉄道網、そして最後の3つ目は楽しめる場所が豊富にあることとなります。順々に見ていきましょう。それでは1つ目の長距離バスについてです。所沢駅東口や所沢駅からであれば、羽田空港までバスが通っています。電車で行こうとすると何本も乗り換えることになり、旅行や出張の荷物を運ぶのも大変だと思います。対してバスであれば、一度乗ってしまえば乗り換えなしで羽田空港まで連れて行ってくれます。これはとても楽ですよね。もちろん行きだけではなく、帰りの便でもバスは使えます。料金も片道1700円とリーズナブルですので、使わない手はないと思います。
また現在は運休していますが、成田空港への直行便もあります。再開した際はぜひ使いたいものです。他にも所沢市へは池袋駅から深夜バスが走っています。終電を乗り過ごしてしまったとしても、所沢駅、西所沢駅、新所沢駅、小手指駅と送ってくれますので、万が一の際にとても心強いと思います。続いて2つ目の複数ある都心への鉄道網についてです。先ほど紹介した通り、所沢市内には5つの鉄道が走っていますが、その西武池袋線と西武新宿線がそれぞれ池袋方面と新宿方面へ伸びています。そしてその2つの線が交わるのが所沢駅となります。よって仮に所沢駅周辺に住んだ場合、どちらか一方が止まったとしても別の線で迂回することが可能なのです。どちらの線も池袋高田馬場駅まで30分程度かかるため、都心に近いとは言いにくいです。ですが30分程度で行き来できる線が2本あるというのは、実際に引っ越した場合心強く感じることでしょう。そして最後の3つ目、楽しめる場所が豊富にあることについてですが、所沢市内には日本における航空発祥の地、所沢航空記念公園、リニューアルしたばかりの西武遊園地、角川による日本最大級のポップカルチャー発信拠点桜タウン、東京の水亀狭山湖があります。このように文化やレジャー、自然と様々なものに触れられる環境となっている点も所沢市の魅力といえるでしょう。それでは次に所沢市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。こちらでは2点紹介します。1つ目は所沢市のハザードマップとなります。所沢市内にはいくつかの川が流れています。その中でも柳瀬川、吾妻川、不老川の洪水被害が懸念されております。これらは1000年に一度規模の大雨が発生した場合の想定被害を算出したハザードマップとなっており、最大で3メートルから5メートルの浸水が想定されるエリアがあるようです。引っ越しを検討されている人はハザードマップは一度確認されておいた方が良いでしょう。また動画公開時点での話となりますが、福島第一原発事故で発生した汚染土を再利用する実証実験が所沢市内で行われる計画があるそうです。市長は市民の理解を得られることが大前提と言っているようで、まだ実施有無の結論は出ていないようです。この実証実験に対しての賛否は別としても、このような計画があること自体は事前に知っておいた方が良いでしょう。所沢市について総括します。所沢市は西武池袋線を利用することで所沢駅から池袋駅まで28分、また西武新宿線を使えば高田馬場駅まで30分で行ける立地にあります。時間だけを見ると少し遠い印象ではありますが、市内から都心へ向かう鉄道が2本走っている点は魅力的と言えるでしょう。また治安が良く、物件相場も他の市と比較すると安めとなっている点もおすすめポイントです。対して東京に近い他の市と比べると将来人口の減少幅が大きい点が気になりました。とは言っても、ここまででお伝えした通り、魅力も多いしです。引っ越し先として前向きに検討してみてはいかがでしょうか。さて、今回所沢市を訪れたり、市内のウェブサイトやその他にもいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが、私自身所沢市には住んだことはありません。ということで、もし所沢市在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから所沢市に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。